できるだけ半顔でお許しを <laughs> あといつものねライトの前でもないからねちょっと暗いかもイベントお疲れ様こちらこそ本当にありがとうございました <laughs> でもそここのさ出てくるさゴール,ゴルデンダルマ女王3位なんですよすごすぎる本当にもう <laughs> ありがとうございましたでもあのお礼配信はねちゃんとするのででもなんかあの審査員特別賞が決まってからかなって思ってます そう、メールとチャットも、なんか、イベント期間の写真後半特に送れてなかったから、送ってるけど、まだ何だろう、まとめは送ってないんだよね。こんばんは、愛川のなさいてありがとうございます。ちょうどあののこと考えてた本当ですか そうイベント終わったからって言ってさ、フォロー外しちゃう方が多いので、ぜひ、あの、フォローもして、うん、したままでいていただけたら嬉しいですし、あの、まだしてないよって方が、実はいらっしゃったら <laughs>、いらっしゃったらぜひお待ちしてます。こんばんは。ゴールデン、ありがとうございます。こんばんは。 え、ね、お疲れ様ありがとうございます。こちらこそ本当に一週間も配信にたくさん遊びに来てくださってたくさんの応援とか本当にありがとうございました。こんばんは。コメンタリーそうなんですよ。さっき気づいたんだけどコメンタリーがですね、公開されまして DMM さんの あのー、コンテンツなんですけど、カイリさんの生誕祭を私とマッシーさんとカイリさんで見ながらお話しするっていうコメンタリーの第一弾かなが配信されたみたいです。初コメンタリーです、私。うしい。でもなんかちょっと緊張であんまり話せなかった気がするんだよね。 そう、だから、ちょっと暖かい目で見ていただきたいなぁ。あと、ちょっと顔がね、めっちゃむくんでる日かもしれない <laughs>。から、その辺も暖かく <laughs> ご覧いただけたら嬉しいです。こんばんは。今日も顔、可愛く見れた。嘘。ちょっとあんまり昨日の超バッチリメイクと比べると、あれどうしたのっていう感じなんですけど、あの、めちゃめちゃ、 むくんでる顔をなんとかナチュラルメイクしましたこんばんは今日もお疲れ様ですナチュラルメイクでも全然可愛い優しいこんばんはあ、待ってコメント止めてる気がするなちょっと飛ばします 頑張って、こちらこそ本当にありがとうございました。生存確認できただけで幸せ、え、でもそう、せっかく、あの、あの、<laughs> 配信のちょっと恐怖感を克服したので、 できるだけまた配信もしたいなと思っててせっかく毎日配信も7日続いてるから多分あのそんなに続く気はしてないけれど <laughs> あの5月ねちょっとね忙しそうな気がしてるから そうそんなにどこまでできるかわかんないけどできればちょっとでも毎日配信できたらいいななんて思ったりぬいぬいあそっか普段の配信だったらぬいぬいちょっとずつ紹介しようかなこんばんは。 なんかね、5月8日までのとこか <laughs>。って書いてあった。でもなんか結果だけはもう今日のお昼に出てたみたいで。そう。すごいポイント数でありがとうございました。もうなんか、すごい接戦だったなって <laughs> 思うので、皆さんに余計に負担というか、 無理をしていただいてしまって申し訳ないなっていう気持ちもすごくあるんですけどでもあのそうポイント数をね見ると1195ポイントぐらいだったんだけど1195じゃないよ <laughs> 1195万ぐらいだったんですけど あのー前回のイベントと比べると今回の方が多分ちょっと多いかなと思ってて日数がまず前回は5日間で今回前回っていうか私が参加した前回ねの最終の私のポイントと比べた時に 私の今回の最終のポイント数が、日数が2日間違うから一概には言えないけど、今回の方が多分多くて、そう、本当にたくさん応援していただけたんだなっていうのが、嬉しかったですし、ありがたいなと思いましたし、今回厳しいだろうなって最初から思ってたから、もちろん悔しい結果ではあるけれど、 嬉しかったですこんなに応援していただけて声少し枯れてるそうかなでもなんかねそう、うん、なんかなんか違うよね <laughs> あそうあとさカラオケ配信のさ声が聞こえてなかった問題 本当にすみません。あの、あんなに聞こえてないと思わなくてですね。えほとんど聞こえないじゃんっていうのに終わってからやっと知りました。すみません。本当に。あのー、<laughs> イヤホンを変えたんですよ。イヤホンを変えて、あ、スマホも変えたから差し口が変わってイヤホンも変えたんだけど、 これまでのイベント期間中の前回とかのカラオケ配信の時は BGM6 割マイク4割ぐらいにしてたんです多分。でも今回は声が聞こえないってことでじゃあどっちも同じ比率にして66にして。 音声、全体的な音が小さいっていうコメントもあったから、じゃあどっちも上げればいいのかって思って、最終的に80%ずつぐらいにしたんですよ、どっちも。そしたらまさかのなんか <laughs>、本当に聞こえてなかったみたいで。申し訳ない、本当にすみません。ごめんなさい。でも前回よりも声の比率はかなり上がってるから、多分イヤホン、 の違いとかもあるのかなって思います。すみません、あのー、ちょっとカラオケ配信をね、してなさすぎたので普段、カラオケ配信ももうちょっとやるようにしようかな。っていうのと、そう、あと、お礼配信で何が見たいかも、あのー、皆さんの リクエストをお答えする配信とお礼をお伝えする配信あと貢献ランキングを読むとかやりたいのでゆっくり寝れましためっちゃ寝ました <laughs> めちゃめちゃ寝たあのー、寝すぎて顔がむくんでる <laughs> あのー、夜はもちろん寝たし 夜、そう、まず、第一回目、夜から普通に寝て、12時間以上寝て、さらにね、その後もね、3時間ぐらい寝た気がする。<laughs> いや、でも本当にイベント期間中、全然寝れてなかったから、なんかさすがに12時間以上寝てて、 あの途中で一回も起きることなく12時間以上ってすごいなーって自分で思った <laughs> さらにその後また寝ちゃったしこんばんはね特別賞選ばれると嬉しいな 思ってますけど、どうだろう。こんばんは。<laughs> たくさんありがとうございます。リラックスしたし、し <laughs> リラックスした表情に見えます。本当ですか。もうあの。メイクも。本当に。 超最低限。眉毛今日書いてないし。あのー、なので、ゆったり、あの、いつもののんびりゆったり配信です。<laughs> 今日さ、ゴールデンウィーク中の平日だったからお仕事の方も多かったのかな。お疲れ様です。 大好き嬉しい今日も安心してくれてありがとうよこちらこそしているにゃんにゃん <laughs> にゃんコメントがある忙しいこといいこといやでもあの いや、あの、そういうことではなく、私の、私がちょっとね、まだ公演に出れていないので、それを頑張らないといけないなって思っていて、そう。あと、お仕事以外にも、普通に春にやらなかった手続き山積みで、なんか、どうしましょうって感じ。 <laughs> こんばんは無理せずないのペースでありがとうございますナえちゃんの代わりに花にあんね配信 <laughs> でももう遠眠しに行っちゃいましたあでもねあのねスタッフさんがねめっちゃ見てくださっててね 花にゃんしょあげますって言っていただきました。<laughs> 3400人、そう、フォロワーさん3400人超えたのは嬉しいんだけど、あのー、へ、減りました。昨日から <laughs>。明日お誕生日、え、おめでとうございます。ちょっと早いんだけど。あと、待って。 え、待って、2分しかない。ちょっと2分早いんですけど、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。ちょっと待って、あのー、<laughs> まずかった時間が <laughs>。時間がまずかった。読めなくてごめんなさい。全然コメントもギフトもありがとうございます。誕生日します。1位、ロングさん、ありがとうございます。2位、オノピータンさん、ありがとうございます。3位、アセトさん、ありがとうございます。 5位、おたけさん、ありがとうございます。5位じゃないですね。4位です。ごめんなさい。5位、サンさん、ありがとうございます。6位、バラキのゆきさん、ありがとうございます。7位、タカシさん、ありがとうございます。8位、イソニャンさん、ありがとうございます。9位、ビールバラさん、ありがとうございます。10位、MLF0101 さん、ありがとうございます。11位、しめじじさん、ありがとうございます。12位、ヨ 米沢二郎さん。米沢がな、どっちだろう。ありがとうございます。13位、和ずおくんさん。ありがとうございます。すみません、ちょっと。飛ばしてる方がいたら教えてください。すみません。あの、団状じゃない方もたくさんたくさんありがとうございました。明日から5月なので。えー、5月早いね。<laughs> 5月の、そっか、皆さんゴールデンウィークなのかな 発談所をありがとうございます。おやすみなさい。5月も無理せずに少しずつ進んでいきましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。真夜中に来てくださって。またね、ありがとうございました。おやすみ。